い、こんにちは。コケ役者石倉由伸です。今回のバーチャルコケトリップはどうぞこちらです。これはですね、中央区新富一丁目あたりなんですけどね、この看板の下、自転車放置禁止、この看板が下にこのコケがある。置き看板だと思うんだけど、コケが下にいるってことはずっとこいつはこの場所に自転車止めちゃいけないよって忠告してる看板。でもちょっとやってみるとね、これかわいいわよね。もうどんすっごい蒸してるの。もうこれもっとやってみましょう。動物の毛もいっぱいあるんだけど、なんかこれ蒸してるんですよね。これもうちょいやってみましょう。このアングルから見るとコケの厚みとかが出てくるから、コケ蒸し感がすごいね。だから初め写した看板だけだと、あーなんか下にコケが生えてんだと思うんだけど、コケを取る時でも取り方で全然コケ蒸し感とかコケ盛り感、コケ映え感が全然違うと。これなんだ、もうふかふかだよね。本来だったらこのでっかいこれ足跡で踏んだらね、あれでもふかふかのとこ歩けるわけですよ。そうね、こうやってしゃがむとまたこう、なんか結局俺が好きなのは隙間とか気づかれてないとことか偏僻なところが好きなのかもしれないね。でもこうやって看板があるだけでこう滴り落ちて、あのコケムスっていうのは山奥のとか奥入瀬渓谷とか、ああいうコケの選手みたいなところで川とか滝の水の帰りで岩がコケムシのとは違うんだけど、こっちのこのコケムシ感っていうのもやっぱり数日、数週間、数ヶ月じゃなし得ない、数年経たないとこのぐらいにはならないっていうね、こういうことを見ても時の重さを感じてほしい。自転車を止めちゃいけないよっていう看板から教わるっていう、こういう街中を歩く中でもコケを見つけるだけでいろんなことがやっぱわかる。真面目に語ってはいないけど、時の重さというのをね、こういうところからも感じてもらいたいなと思いました。じゃあ今回はこの看板の下からお別れしたいと思います。ではバーチャルじゃなかったらここに座れないからね、看板の下には。で今日はこの辺で、じゃあまた、バイバイ。